好きか嫌われていれば、うるさいでおなじみアッキーが実況させていただきます。それじゃあこちらの配信台は A リーグの方を移していきますといったところで、ワンピー側がパークチーム、琥珀さんが一番可愛い両デビル恩恵、 2P 側が、シオン、フィッシュチームですね、シオン、サケリ、ノアイヌ、バーグ、カグラといったところで、カラーで一応判別の部分については、その元の人の、ね、名前を言っていきたいところですけども、これ誰でしょうね、情報しますけどよくわかりませんが、多分そうそう、BAB 多分これは琥珀製グループだったら誰だろうね、これはね、デビルさんでも多少かもしれないな、でも両方カードじゃないな、まあ、というわけで、まず1本取っていくのが VC 側、まずパーフェクトで流れを掴んでいく、多分ダイヤランド、いきなり集団が入っていき、再開特有のカウン読み合いから金橋追い込んでいき、ワンコンどうすんの、ちょっとこれは何かを読んだか、アルブ出して壁端片目をキープ、ここに暴れちゃったところでちょっと飛ぼうとしたところかな、逃げがうまいところ刺さりなし、1人1つ目でさあどうすんの、裏回って左も裏回っていた、分かってなかったけども何かでもう気をついたのか、しょうがないか、これはそこのところ仕切るとダブルパーフェクト、まず1投ってくるのが VC チーム、なかなか配信台からちょっとね、あの離れて、これはノーマルかな、多分これがあれかな、量かな、というわけで、キラシャツ、セット中継戦ナイスランド、まずワンコスタン飛んでいくのが VC 側、投げて一気に流れを引き寄せていく、中段早めに出していく、大会特有の立ち回り、1つ目で締めてサードスの裏がありました、これは見えない、画面端まで追い込んでいき、完全に V 字のペース、さあどうするの、ここは暴れていく、画面端入れ替えて飛び、暴れが通る、さあ体力を壁にしたワンツースリー、強きすぎるぞこの V 字ダイアント、しかしカウンター、おいしく画面端まで、そして投げてサボテン、カメラ裏回ってどうすんの、これは主導権はまだ琥珀側にあった、裏に降りてワンコン、さあ一段止めと打って変わって一気に琥珀ペース、カメラ端まで追い込んでいき、どうすんの、しかしダウン分かっている、さあ剣は通って暴れが通る、ワンコンカメラ端まで追い込ませていき、ヒート状態、さあ無事長くことことそれもない、カメラ端から逃げ出した、どんどんどんコップを見せてしまう、これを殺してる、さあ流れが行ったり来たり、どっちが逃げるのかがちょっと見もの、さあ知らんか、ジャンシー音が見ましたなし、ジャンシージャンシー投げてサボテン下段が引っかかる、いい勝負ですから酒は通さない、しかしこの VC 結構もう割り切った動きをする大会仕様ですね、ロビーがかかったけども特にお高めはなし、ジャンビージャンシーが当たってくからもうワンコンボ、この橋逃がさない、シールド取るけども瞬間が出ない、ちょっとこれは悲しい、エリガルに行こう、投げて少しの救出め、ちょっと暴発か、今のは多分救出だったでしょう、ジャンビーカウンター美味しい、ハンマーから投げてサボテン当たった、さあ流れを一気に引き寄せます、いきましょう中継戦最終ラウンド、B 植物まずはこっちに来るなと、さっきの V 線から何かを掴んだが一気に流れを引き寄せないと思ったら、これは V 字が捕まえていく、ワンコンちょっと暴れちゃったかな、投げは通らないけども、ダビッチからバットビースト、サボテン出してたまらずバンカー中段分かってる、2回シールド甘えは通さない、ダメージを投げは通、投げが通ってダビッ、いい感じに 5A が刺さる、半端で殺してる、流れを一気に引き寄せた琥珀がまず1本、ダイナンドジャンビカウンターはなし、さすがに空対空では琥珀に分があるか、ちょっとワンコンなんだ、お席の形になったけども特にお咎めなし、
立たさせていった V シガーは流れを一気に引き寄せる。画面端まで持っていき EX 詰めで締めて、さあどうする。しかし下段見えません、最速すぎる。ジャンロクエ本当に真上しかないですからね。ジャンシージャンシー、あーこれは殺し切ると。それ返すのが V シ、カグラ V シでしょうね。さあシュランコいい感じに刺していく。琥珀側まず流れを引き寄せる。ジャンビーカウンター、この無理やりなジャンビーのコースだけが物質界の弓投げて、スターボーターもですね、これはあーごめんなさい、ジョニーでしたね。どうも今のあれに使ってしまうのか、多分はずかな。逃げ出したいけども V シがまとわりつく。ジャンビーカウンめっちゃ長く、ジャンシーがむしろ美味しかったで、ね、どうで、どちら、もつれて溶かして、ジャンシー、あーちょっとやりすぎたか、あー裏回った。ジャンビーはあれがあるからね。投げて、これはどうだ、殺してるか、エリアル一行で殺しきる。勝ったのは VC、まあ、ここの唯一クレを使っている、これは押されたのは恩恵でしょう、ワンピー側が恩恵と破滅する側がカズラ VC。 まず大事なのバンカーで自分の流れを掴んでいくジャンロクエは見えている。準備、中段車に差し切る、投げて、どうすんの、ちょっと待って、画面端までじりじりと行くシールドを張るけども、怒らせちゃんへに噛み合わない。これは、まあ、焦がす方を優先したというでしょう。シャムダに引っかかる、受け身取っちゃった。まずこの流れを掴んだのは恩恵のわけだよな。投げて西の小森子、あーちょっと繋がりきれないけども、逆にこれがいい方向に転がるのは琥珀。EXバットまで締めて、どうすんの、おーなるほど、これ裏回った、玉橋さん突破、これを切っかってしまう。実はこれは業務報告があった方がいいのか、あこれはツイートだけですよね。はい、大事に戻していきます。まず石側が、コンボをついて秋葉出して酒が噛み合う、あー通らない、やっちゃった感があるがまだ知らない。どうする、暴れる、シールドプレー投げこぼれたか。さあ琥珀が起死回生のコンボを叩き込み、さあ B 植物どちら、少し歩いてる、シールド張っちゃったか、全てが噛み合ってなかったかから、ここで恩恵が取り返す。さあいきなり大将戦、熱いカードになってきました。ワンピー側が恩恵、琥珀ツイピー側が野良 NVC、 なかなか野良自体をアーケードで見ることすれば難しくなりましたが、その精度はいかに、アキャ圧迫していく、恩恵動けない、どうする、まだその目が続く、暴れた、ここは溜まっていたので、を溜まったキスパー暴れちゃうが、ここはどうにか逃げ出していく、いかんへ、ここが目なし、ジャンシーが押して入る、おアスレンが 3-1 で勝ちましたって、どこだよ、どこのリーグか行ってほしいかな、あ、なるほど、Jリーグか、Jリーグアスレン4、一人チームがまず7夜を取っていく。じゃあ、次は、あ、いいよ、次いい状態、7夜愛してるチーム対ウニ、よろしくお願いします。チーム白レンチームですね。で、じゃんけんしてポンパン決めて試合の方を始めてください。さあゲーム報告が終わりまして、じゃあ進行を続けていきます。たまにコアクラが固めていき、イエスバットで締めて、さあどうする、これはサボテン出して固めていく、ここが友達バンカー、バンカーの仕事を分かっている、アキハーブ飛ばして画面端まで持っていく、投げて、これは行ってみるか、とりあえず噛み合う、投げて、ジャンビ投げて、
これは引っかかってしまう。二段中段なんじゃバーッ。今のはちょっと髪型が確か中段に引っかかってしまう。起死回生のコンボ、これはさすがに止まって。おっ、なんか、なるほど、今のは無敵ですね。うわー、スペアと詰まった。ここで取り返す恩恵紅白最終ラウンド、取った方の勝ち。爪が引っかかる。こういう空対空もある。引き爪引き離して、もう一回引き離して、吐き離して、さあどうすんの。中段、これは見えない。物理的に見づらくなっている。吐き放どうすんの。暴れを誘う。これはコースキル。勝ったのは V チーム、おめでとうございます。じゃあ続いて B リーグは、あかつきさんありがとう岸間チームと、あ違うのここ、あ上か、ごめんなさい、もう失礼いたしました、B リーグ余り物と赤星シルドレーン計画、大丈夫ですか。余り物チームと赤星シルドレーン計画チーム、よろしくお願いします。それじゃあ、配信での実況の方に戻っていきましょう。ワンピー側が、紅白さん、これ誰だろうね、多分これはビビル、ビビルかな、紅白、うん、紅白のトバリ、もう、トモか、ごめんなさい。で、いきましょう。この場合のワルクは2人チームなので、どちらかが、2回出るという形になりますね。これは事前申告制なんですかね。そうではない、あの悪く側誰が2人出るの、2回出るのかっていうのは自己申告制ではない、事前に申告するわけではない。あ、話し合って決める。じゃあ、そうですね。さあ、画面の方に移していきましょう。悪く側が圧迫化していき、あ、君を取ってしまう。これは EX ハ、ハイスからのと、ダウンの2、まず一歩取っていくのが悪く側とも悪くですね。ダイヤモンド引く投げは通らない。ジャンニビで落ちてくる。ジャンニビで降りてくる。ハイス、キャッシュが当たるけどもちょっとコムに行きづらいか、両者なかなか流れを掴みきれないか。あるは、ごめんなさい、お初が掴んだか。ここねちょっと行きづらいね。こっちに来るなと、抜刀で相手を嫌にしていく。はい、すみません、呼び出します。次、D 兄弟、D 兄弟で、わらきや三角形チームと、コリキ本願チームで、試合の方、お願いします。はい、それでは実況続けていきましょう。スカメハトで追い込んでいき、中段が引っかかる。ハイスからワンコーン引っ張ってるけど、受け身取らない方が悪い。しかし、二段中段が出てくるの。まだカードは続いていく。投げて受け身取っちゃうか。そう、受け身かれないふりして 2B でといったところですね。まああれはもう完全にお願いします。さあ次戻していきましょう。先行中堅戦出てくるのがとも悪く 2P 側が、これは両コハですね。優勝確率、まず悪くはこっちに来るなといったところだけど、いい感じにジャンピさせていく。ああ、ジャンシーコンができない。どうにか逃げ出していき、小発側どうにか悪くをこっちに殺気させなければといったところなんでしょうか。いい確認ができている。画面の端まで持ってきたい。しかし一つの両者カウンター、一気に押し返す。悪く両者立ち回り、ジャンピカウンターするけど持ったことにお高めなし。一気に画面端を追い込んでいった悪く側、暴れさせない。投げてどうぞ、上からかぶさっていく。画面中央、当時が押し返した琥珀だけども、ひよってしまうか、当たらない。両者カウンター、当時のこれは先スパ読み、逃げ出した琥珀、押し返さって、イニキャンまで完璧。さ、結構時間が少なくなってきて、これはどうしようと思ったら強きすぎる。悲しい君、おなんだ、なんか実況しづらくなっちゃうぞ。最後の攻防、中間これを読んでる。ただ時間が足りない。逃げ切る琥珀、まず1本というのが両琥珀。ファイト、何なんだ、一個に
今ジョイコンで飛び落とし投げで、うん、なんだ飛びがキャンピカウンターして投げて距離を離していくパークはこの距離を保ちたい。植物が邪魔でなかなか近づけないきれないか。惜しくジャンビーが入ってきてジャンシートンができるアピールなんだとアピールだけだった。投げてため息ルー、さすがにこれはイニキャンでしょう。今度これは実はなかったと。これは公式でか三振、さあなぜ2振しちゃった三振三振じゃないなぜだどうにか1ミリと1ミリの琥珀、まだまだここはいけるぞ。植物が当たる、早くでも消え止めたいところ。まあ 96% ったら9大点でしょう。最終ランド、ジャンビー、ヘッドカメラし、ジャンエイト、どうにか刺していく。刻んで中段、いきなり来る中段はなかなかったので、ジャニシー知ってるよ多分、さすがにさすがに知ってるでしょう。止めてバット、近づけさせない。さあイカリングがあるけどもなかなか上からは振りづらいか。石動かして、シルカン投げて、亀橋石動かして、どうすんの投げて、さあ琥珀ペース、サボテンがどっか行っちゃったけどもどうにか逃げ出す。悪く確認うまいけどもなかなか当たりづらいか。バット、さあここから焦ると悪くは死んでしまうが、いい感じにカウンターが入っていく。これはどうだ、アンパから投げて死んだ。出るねー、マックスになってみようと言うとは言いすぎだね、うん、その試合中ね、その試合中ねさあ、打っていきましたのが今度はワルツガは名前が画面見えないな、マコチンさんですね。アンピガがマコチン、ワルツ、 2P ガが両方発話しよう。さあ徹底してワルツを近づけさせない、まあそもそもフル琥珀のスタンスですね。よしどうだ、イースパッドからボカシってバイブサボテン、さあどうすんのこれは。主導権はまだ琥珀側、いい感じに1回以上当たらない距離。さあ厳しくなってきた、悪くどっかで無理しないといけないんだけども、そうすることによって琥珀はよりやりやすくなる。アンバーから投げて、これはコースキル、パーフェクト。さあ流れは両に行ったままか、どっかで盛り返したいマコシン。ダイランド、さあまずもう距離取ってこっちに来るなと。バット、いい勝負です。ガードしてしまう。ジャンシーが降ってくる、大きなダメージはないけども、おっ7位チームの勝ち、おめでとうございます。じゃあ業務報告は後でして、じゃあ実況報告いきましょう。画面端の優先権はまだ琥珀にあった。さあ近づけさせない、近づけさせない、上から降ってきたいところに琥珀がも刺しに行くので、なかなか悪くがも捕まえきれないか。ラスギーいい状態で、アッセン4猫悪くのチーム VS ウニ、よろしくお願いします。白連チームで対戦お願いします。で実況戻していきましょう。戻していきましょう。ジャシー引っかかって、これ取っていったのが両琥珀と。さあまあ、さあどっちが出てくるのかちょっと分からないですけども、出てくるのはクレワルク、一応中堅対象戦なのかな。ジャシーなんだ、近づけさせない。あ、来た、どれか、あーコンボがちょっとしづらいか。画面中よ、ちょっとずつ画面端に追い込んでいく、カッキンできる。オッケーだ、分かってる。悪くが硬いね、まだ崩れない。なんか出た、
なんか出る？スカカウンター、差し合いうまいな量。さあマッチポイント、じゃあ見お高めなし、残影カウンター、流れは両に行ったまんまか。バット2色別、近づけさせない、近づけさせない、ワールドが辛すぎる。2ビーお宮古チーム3-0、強いな。ワラキア200ワラキアで3ヶ月すげえな。もうなんか、キャラだけ聞いたときにえってなって、人の名前を聞いて、あえー、では次、ごぼうですよ、B 兄弟で、チームホワイト、白蓮チーム VS、コリキホンが宮古チームで対戦お願いします。チームが3立てすれば、まあ、3立てというか、もう 3-0 で勝てばどうにかっていうところでしょう。さあ行きましょう。ワルク対ルーシッツ、アンピーザーの中の方がクモワルク2ピーザーのアグラブイシー、いきなりザンシートを決めまして、いい流れを掴んでいく。インパスでもまあまあまあ繋がるのが OK よ、できる人だったな。まあ受けも取らない方が悪いというのがね、あのメルティーブラッドの上等感ですね。知らないザンシーだけど投げて殺す、まあ流れ掴んだ方が強いですからね。コンボしない方がいいところもあります。たまらずさ、バンサー中段引っかかってワンコン、ちょっとコンボさんが受けられないけども、どうにか状況、有利状況を保っていく。 VC 側は1回目に当たるけども、これ追撃できないか、できないと判断。ジャンプがカウンターして拾い直す、あれだから4戦的からね。めっちゃバッシュ、イカリングの対象を落としてやってるのか。ヒント状態 EX で進めて、シームでさあどうすんの、投げてこれ白がどうだ、おおこれはやり返す形になった。さあ両者メルティーブラッドというものをまざまざと見せつけて、最初ラウンド1回カウンター、あっこれカウンター、立ち回り戻していき、様子見どこで突っ込むか。ワルク側はこっちに来んじゃねえと、イカリングをばらまきつつ、ジャンディーでカウンター狙っていく、投げて手段、これは分かってた、取り止める投げて、カメハジ入れ替えて、中段にはジャンディーで押し置きはできる、フリー惜しくジャンディーがめくりでカウンター、これ美味しいぞ。なんだ隙間けか、ちょっと強弱だって、この悩み合い 6B でこっち来んなと、まずは距離を調整していきたい。カメラ画面中央、両者カウンター、一気に距離を詰めていった、悪くなったけども裏回ってしまった、これはちょっと運がない。さあマックス状態、さすがにこれ使うか、あやってしまった、投げだったか、そのまま本当のシェードだったかわからないが、取っていったのダウンのそういうことだ。一応先方中継戦、ワンピー側がトモワルク、ツーピー側がバブーですね、バブブーシーなんだ。まずはちょっとだけダメージ取ってから、ワルク側美味しくジャンプカウンターしまして、ジャンシーがどっか行っちゃうよ。ダメージをゲット、中段分かっている、暴れく本手のシールだったんだけども、お高めは通りかな。あの高さだったら多分次決まるよ、まあ立ち回り重視といったところでしょうか。いい感じに差していく、ディッシュ側投げてダメージ中段、あーやっちゃった形になる、ワンコントが引っ込んでいき、これはエリアの選択、投げてとこのつまつきな選択肢が VC の強み、まだ知らない、どうだ
ここは西が敷いてある。ミニキャンしてデカリング中段分かってる。さては噛み合わない。バンコ最後の攻防誰か暴れる。ダンビが置いてある。おっさあ、というわけで、はい、まず最初のリーグ抜けは、アカツキさんありがとうチーム、早い、好きなチームです。おめでとうございます。さあ、実況戻していきましょう。じゃあ2秒で置いてくる。一気にワン、ツー、スリー叩きかけるブッシュ側。あ、いいもんやっちゃいますか。どうする。私の負けです。いや、B が、 B が終わったでしょ。ダウンロード、スリー、ファイト。あれだよね。それじゃあ、今空いた C 台で F リーグ始めます。 F リーグ始めます。俺だよ、俺のとこだよ。というわけで、実況あ、お、もう、はい、宮古と白蓮が宮古が分かった。宮古川チーム、カンクラチーム、強すぎる。また見る気参加。はい、おしまい。間違い。さあ、V シオンチーム、大将が引き出される。出てくるな、野良犬さん。さあ、ワルクチームはまだ先方。さあ、ターンを取ってるのはワルク。あれよあれよとウィッシュの体力が半分まで減らされていて、画面端、これはなかなか厳しい。空座が見えずにそのままコンボ。さあ画面端しのげるか、あばれが通って中段ガードされてしまう。いやーしっかり空座まで決めて、先に1本取るのは悪く。第2ラウンド、さあ悪くガンガンラインを上げていくが、ターンを取ってるのは VC。追い詰めて画面端まで運送していく。カウンター取ってそのままいつものコンボ引き上がしはできない。ものの、じゃあ風車 A からしっかりコンボ。あ、だがミスってしまう。もうガンガン、読み出します。次 D 筐体、 D 筐体で D ブロックの試合始めます。教授のポケモン遠征、ゼロチーム対コンセプトは3立て。これもゼロチームですね。D 兄弟、 もうじゃんけんしてコンバに決めて試合の方を始めてください。さあ実況に戻ると、 V 氏が1本取り返している。さあどっちが次のターン取るんだ。画面端転向してるな。 V 氏空投げスカルをおとがめなし。いろいろ噛み合ってターン取る。 V 氏コンバ見せてしまう。裏ダッシュ裏抜け、もうコンバすること諦めてましたね今ね。お、ここでいいじゃん。悪ヒートがガーッとシールド展開が早すぎる。さすがベルティブラッド。さあ動く、投げ決めて大将の意地を見せる野良犬さん。さあ悪く野良犬さん、大将野良犬、出てくるのは中堅のマコチン。さあマコチンさんの悪く野良犬さんを倒せるのか。バンカー噛み合わず暴れが通って、高いコンボを決めていく。画面端の連携耐え切れるか、なんとかなんとかしのいでヒートをさせるところまで成功。E 兄弟 D ブロックがポイントが全部全く一緒なので、3チーム代表戦で決着の方お願いします。ちなみにユメニャンは1個差つかれへんからな。うん、スラスラスラ面白い、お前が決めて。なんで7チーム白連チームは代表の方を1人決めて代表戦でお願いします。先に1本取ったのは野良犬さんのビジョン。ガンガンダッシュして距離を詰めていく。画面端ゲージを吐いて引き上がし、さあ設置まで。だがこの端の連携はうまくいかない。
うやむやにされてしまう。おっと空中置きがうまい。また画面8連光引きずり下ろしから接近はできない。二段中段からのダッシュ投げ、悪くはゲージがマックスだぞ。大砲通すとは言ったものの体力大幅に分子がリード。これは悪くとすら厳しいか。分子がコンボを決めていて殺し切れる。さあ粘る粘る強い。さあ悪くチームは超大将、V チームは野良犬さん、悪くチームはマコチンさん、C 悪く。さあ大会しよう。早速リバサシールド、かっこいい。設置を絡めたコンボ、そこそこ減るぞ。ゲージ調節もしっかりして画面端中断、全開を早くしていく。これぞ V シオン。さあ連続して、なんだこれは、なめてから彼にコンボ決めていって、おっとリバサからの強気ダッシュ、これが V シオン。のに乗っている。クーナが決まらず、その隙を見逃さない。さあこれはマッチポイントだぞ。華麗にイカリンゴくぐり抜け、シールドシールド。さあ野良犬さんのみに乗っている。マコチンさんはどうにか V 氏の攻撃をいなしきりたいところだが、さあゴードコンボワンコンボ、おっとリバサダッシュに、この強気。相打ちから体力は5分、立ち回り V 氏はもうひたすらラインを上げてくる。いなしきれるかマコチンさん、捕まえたワンコンボ。さあ V 字の体力半分。さあ V 字は置き、おっと設置、カウンター取ってヒートして、画面端ここからしのがないといけないが、早速解放させた。これはでかいぞ。片目はくぐり抜けて投げ、受け身は枯れない。 V 字のターン、カウンター取ってゲージはない。いやー、一回一回確認して勝ったのはマナイネさん。私が強い。普通にもう猫歩く1位と書いてくだされば結構です。ダウンのワンファイト。さあ行きましょう。演奏隊プレゼントということは、こちらおそらくトシ君から DSACL VS、 これはポールのレーンプレゼント対プレゼント振り向き、あ、トシコですね。さあ飛び狩りだったが当たらない。シールドしっかり通ってかわしていくだが、単発おいしいダメージ、補正は強いがターンを通って、画面足は何を選択するの。ゆっくりいく、構える、暴れていくか、少し構えて暴れてるし、受け身は取らない。次いく、サーバーで切って、さあ立ち回り、かなりお互いぴょんぴょんするタイプではあるんですが、しんどいのはシールかなといったところです。ただ火力差がありますので、裏から捕まえてゲージ吐いて、これは殺しきりにいけるのか、いけない。役に使われて消えて、最後は動いたところにビシンカー。マイナーさん、ちょっといいですか。あー、我を買っていう形か。まずはトシ君ハイランド。さあポール側ゲージを吐き切ってしまったので、まずは捕まえに入りたい。まあ、連である以上どうしても近づくには飛びを通さなければいけないところはあるんですが、一番理想的な形は地上で待つ形。捕まえてるのはチ君、エンジャイロは使ってレクワルクしっかり歩いてる。空内から上から行く、ジャンカウンターからのしっかり振り出し、最大取ってまだ死にはしないが、ドットどうすんの。空中投げ、エンジェルハイロ飛んでいく。勝ったのはトシ君のシエル。まあ8000前に戦えるとカウンターしてしまうので、結構リスクはあるんですが、まあ空中ガーフなんでね。空中は空投げがありません。先に入力した方が投げます。さあ出ました、フルレン VS クレセントシエル。これはクレセントシエルかなりしんどい。
鏡があると通常コンボすら思いつかないことがありますんでね。押し切っているのはキツネ。捕まった後のリターン差というものもフルに関してはもう火力差がね逆に逆転してますんでね。いくで振り切っていく。おせぎ連携捕まって地上はできないがかもね、できない。バージーは効いている。レウはどうしても体がちっちゃい都合上 A ためですね。特権から認識が非常に下がりにくい。どこかでターンを取りたいんですが、さあ行く。さあ手だからしっかり振るらしい。この辺り非常に素晴らしい。上から行く、下に行く。そうですね、手段を通そうとしても猫歩きで全てのジャンプ攻撃が使うので残念知らずでタイミングをずらしていく必要があります。さあ最大取って、これは残る。どうする、上にいる。飛びを通さない、ゆっくり行く。画面端はなるべく避けたいんだが降りてくる。そうですね、空対地は大体がジャンニシになるかと思います。ちょっと差し切れない。髪置いてジャンシー対空、これは痛い。確かジャンシーが上段補正だった気がしますんでね、初段はそこまで補正は乗らない。低いこう、カウンター痛い。これはおっとミスに助けられた。西大工さっき何とかして切り返したいが、これはミスってしまう。さあこれが吉と出るか凶と出るかというかね、まあ凶しかないんですけど勝ったのはとしくんのですね。よく見たらシール側ももしかしたらこれ前線見えるんじゃないか。カウンター、これはさすがにジャンシー届かない。 B さんも扱って距離を取る。さあステージが非常に嫌、ステージが非常にいやらしい。3が当たってしまう。受け身は取らない。受け身狩りからジャンシー重ねて、ここはバッカリ切っていく。裏から EX サバー攻めさせない。ゲージ入って2800取れるんでね、リターンとしては非常にでかい。隔離はしっかりしている。インバってるけど気にしない。ここ置いて、ここはシードから何も出なかったか。拾い直しからここは受け身狩り暴れていく。バンカーは呼んでいる。誰かが出てない。バック世界捕まえたら楽ちゃんだが、トシ君落ち着いている。しかし D サーバー使った時残念シーンがあったので重くはないが、裏が R D、 あ D 終わってますね。そろそろ次行きましょうか。こっちですね。はい、じゃあどれで行きましょう。いい、これですか。これで行きますか。じゃあ呼び出しましょうか。じゃあアルドゥさんお願いします。てかアルドゥさんじゃん。じゃあごめんなさい、 E リーグ空いてたみたいなんで、H リーグのとこやっていきます。アルクで組めんやつオリュー、俺んとこですけど、タカシアルドゥ橋モストチームと、レッツベルブラリプアカシオンチームで、E 兄弟で今からやります。はい、というわけで今からの時間帯ほぼ全ての運営勢が試合になってしまいますんで、どうしようかな、どうしようかな。まあできるだけやりますわ。3-0、どこが 3-0？ ヒメレン 3-0、 ヒメレン 3-0、 ヒメレン強っ。じゃあもう一回言いますね。 E 兄弟の方でアルドゥのチームですね、アルク3人と、V ショーのチーム呼び出します。リプサーアカシオンさん、リプサーアカシオンさんいらっしゃいますか。じゃあ H 兄弟の方、H リーグの方はアルドゥさんお願いします。その後、その他のリーグについても運営の方がねリーグに参加してますんでもう大体その運営の方は運営の方にお任せします。はいはいはい、 A が3人、 B
ネロの方って言ったら分かんないですもんね、これ。当選シエルチーム、時報でできたのが歌丸シエル、スタイルはマイスタイル、ハーフスタイル。さあ、ハーフシエルでハーフレーン、どう戦っていくのか。くぐるジャイタイムからしっかり振らし、しかしジャミが戦うレーン、愛され体型暗いから埋めていく。ここはしっかり距離を見て、ゲージ感じもバッチリ。さあ、押してゲージを稼ぎながら受け身狩り、これ切れないが進化、あー、バレオカル、もぎ取った形の、まずは歌丸シエル勝利に1、残影耐久から落として画面足、バンカーは投げ開かいく、1、2の3と中段に崩して4に見せて、ガフを重ねていく。まだ知らないが、どうする上から、あと一発、5番が入る。勝ったのは歌丸シエルというわけで 3-1 ですね。私ダウンの A でやってる、 C でやってる、 D でやってる、 E でやってる、 OK。 さあ、それでは見ていきましょうか。影響隊第2試合、幼女使いプリキュア VS 老人介護。こちら、先方ですね、出てきているのは来るということは吉瀬さんですね。吉瀬さん連動、これ秋葉川は夢さんかな、捕まえているのは秋葉、オレンジ色だけを見るとね。さあ、先に先に裏からラッキーヒット、チャンスだよ。さあ、行きましょう、第2ラウンド。ゲージもそこまで悪くない状況で、アキラスタート捕まえている、しっかりいく、しーしー、あれが強い、尻尾ですか、あれ。秋葉側がもうゲロを吐きそうな首汗だと思うんですが、さあ捕まえて、このワンターンでこじきれない、雨足バックって書いて、いや、秋葉がしんどい。当たってお互いカウンター。さあ、お互いどちらかというと決定打にかけるような試合展開ですが、ダメージもそこまで差がついていない。着地張っていく、ダウン落ちでゲージを稼ぎながら、ダウン落ちの引き剥がし、落とせない、なし、当てただけ、当たっちゃった。さあ、できる、しっかり減らしていく。4セットで亀梨は飛び込み、大体くうまく拾うが取り切れない、待ち受ける、 2秒使って、2秒、そうですね、あの体力リードさえ取ってしまったらね、レンガは待つだけなんで、ね、ジャニシー突っ込んでしっかり繋いでワンコンボ。さあ、セットプレーを取る、何が起こる、サモリは失敗、しっかり暴れているわけですが、上から来るこの面をどうにかさばいていきたい。クラギを使ったか、おとがめらしい。さあ、お互い本当になんか決定打を避け合うという立ち回り、引き剥がしてセットプレー、さあ捕まえた、投げる、さあどうする、ニビが埋まっている。さあ、これでこの信頼秋葉ですが、落とせない、飛んでくる、位置が入れ替わっていく、手投げ、しかし入れない EX、 これはさすがに隠っている。多分夢さんの秋葉。レポ情報戦出てきているのがコールさんのプレゼント、ジャンシー、ジャニーシー重ねて多段中段で削れてしまう。最終段っぽいものしか当たってないので、こちらはかなり緩かったですね。当たっちゃう、4点取られて、攻めはジャンシー飛び込んで攻めに入る、引き出しながら、
さあこの組み合わせやはり空中攻撃が強い者同士ですね。非常に空中戦になりますね。そうですね、クレセントの連になってくるとどうしてもね接地がまあ走りたハーフだよね。当たってさあラキッド、じゃあ西が拾っていく、安井がターンを取る、西埋めて出来やしたい、最終埋めたところはしっかりガード、飛んでいく、対空ずらしのエートリーため、さあ一本取って大難度、ここは立ち上がりお互いゆっくりと、やはり機械を伺う飛び込みは絶対にハイジャンプや打ち出しですね。斬新カウンター、しっかり重たく拾って落とす、敵から右埋めて前に出る、フライ逃げ成功、さあマレを潰した斬新、斬新の2回でかなりのダメージが出てしまったか、さあこれどう引き返していくか、ガードを固める、前に飛ぶ、さあ窮地を脱出、ここから切り返していきたいが、ダメかとしっかりと置いてやる、最後は空中投げまで勝ったのはアッキーハユエさんかな。まだまだ確証はない。さあじゃあ両技同士でお互いコンボしにくいんだよ。ハーフはやりやすいかなかな。そうそうそうなんですよ。さあいきますよ、これは先方対象戦ですね。できたから、楽ちゃんの半辺。次は取らない。投げは、透かして。前に出る。そうですね。もう、あれですわ。こんなにうるさいゲームセンターの中で、あんなに響き渡る。イブの声。やばいしか言ってないじゃん、あいつ。さあ。ストレートでまずは楽ちゃん、ダイヤと捕まえにかけは中央で捕まる、 DC 使わせたとこはしっかり確認している、つなぎきればしないがダメージを取ってる楽ちゃん、上から進んでいく、技は置いてある、さあお互いまだきっかけはつかめてない状況、食らわない立ち回りが続いていますが、引きずり下ろしたのは楽ちゃん、投げてここは EX 切り返していく、しかし落とせない、ジャンシーが引っかかってしまって、ここはゲージを吐いてダメージを取りつつ、どういうセットプレイ出るか、表ここはシートカウンター割り切って切り返していく、いやーもうこのもう実況の声殺すなよ。動物園すぎんだ。あ、っていうことは、では呼び出しますね、もう終わってしまったので、この F リーグやっていた C 兄弟の方で最後のトーナメントじゃね、最後のリーグだ、僕らでアルドサーとお願い、で C 兄弟にここ呼び出して、C 兄弟、C 兄弟が、キャラが強いチーム、アンジン玉をひばり、ロアチームと、アセイチ、タオル巻き、入院、アズサさん、青子チームが C 兄弟でお願いします。で、E 兄弟も一応もう一回呼び出しておきます。メルブラゴーチームの、メガナナヤ、ナナヤかっこアロークの姿、エース極ぶり7やの7やチームと、記念参加ソラナミアン、システマの、制服チーム E 兄弟でお願いします。はい、それでは実況戻ってまいりました。ソラさん、我がチームどうにか得失点差で抜けることができました。ありがとうございます。パーフェクト。それじゃあ、実況の方戻っていきましょう。これはコムのリーグやってるのが E リーグかな、 E リーグで今
秋葉と、B からプレイですね。はい、レンチーム対秋葉チームのところで、ブレイク戦の対処中で、なるほど、レンの対処と、じゃあ、ラクちゃんのレンと、プレイクがこれ、夢さんの多分、秋葉でしょうね。100倍にしてお察しします。おっと、これはカモネは使ったんだけども、最後つながりきれない。石浦春からも特に何もなく、投げが通る、強気の投げ。聞いていただけるとありがたい。さあ、行きましょう、大将戦。パピーガーが、ラクシャンのね、スーピー側がちょっとごめんなさい、とあれで、あれの秋葉側を攻めてんだ。今のはつながる、あれつながる、持続の最後の方であればジャイアンがつながります。これは下段だけと、ラクシャンの下段は無敵なんだけども、残念ながらちょっとつながりきれないコードで投げてしまった。昇竜拳、寝転げ、投げが通ると、完全に読み切っていた。まずいことの中、ラクチャのレーンマッチポイント。じゃあね、マスケども特に何もなく、上から降ってくる猫が引き逃げしていき、画面端を入れ替えて、出た出たライダーキック。これは拾い直しに行こうと、ところで動かさない猫。これはシュート取るけども何もなく、ジャンニーシーで、あーやそうだよね、最強ジャンシー、ジャンシーからの EX 通り成功で締めて、ゲーターこれいらないです、いらない上に2回取ったと時点でシール感を下がった。まあそういうレベルってこの色ということはラグさんですね。ラグのシエル懐かしいね、この柄イメージの学生で、あんなに頑張ったのに報われないと言って悪気合に変わっていったラグさんですけども、ここはシール出してきた。見たところで 1P 側がラグシール、 2P 側がアッキハは、これは誰アッキハ、イモアッキハ、これはおかしいから、なるほど、じゃあおかしいさんはアッキハといったところで、まずユメさんはなんかピンクっぽいですね。3本巻き込んでいくのがラグシール、いつこくんからの下段、しかし下段が強い。でもそんなにダメージ伸びないんですよね。あれは何回かやんなきゃいけないっていうのは当初厳しいから、出だしてしまい、そうシュートがね結構速いんだけど、その割に、まあ、これはね画面中央の方が出てきたらダメージが出てくるんだよね。フルシール画面重ねて、画面の下に立たない EX 通りから5Cが流れるけども、これはちょっと今後に移行できないか、画面中央に立たない、それで肩の継続して下下で割り切る、なるほどね、距離を取っていく。これはジャンシーカウンター、ちょっとここもつながりきれない。どんなに緊張している状況でもちゃんとビデオをかけなければいけないというところで、フルシールはなかなか大会では難しいではと言えるでしょう。しかしまず1本取っていくのがラグシエル、ラインラウンド距離を取っていき、黒剣前行ってこかして、バックって何も完璧だったんだけども、暴れが通る、拾わせる、難しいか、フルシールは常に自分との戦いといったところですからね。ワンコン刺して刺すの黒剣、黒剣、さあやりますね、もうありません、投げて、あ、飛び勝ち、強気だね、今のは。まだ知らない、アッキハは硬い、ここから飛ぶの、ポッケン、投げて、知らない、裏剣取っていったのがラグシエル、空中のさて始めますか、マジックザポーです。いきます、ファイト、じゃあいきましょう、先行中継戦、 1P 側が、ラグシエル、 2P 側が、これはイノさんか、はい、画面中央手で離していき、近づいてくる秋葉側、まあ、近づかないことにはといったところなんだけども、おときなさい、一人で動かした、ジャンシーがカウンターして、何もない、おお、音があるけどもおとがめ特になく危ない、ダンディカウンター、あー開けれない、諦めなさい、ランここはもう一発しまう、しょうがない、固め継続、諦めなさい、
方が選択して中断。これ結構出せません。あんなに光ってくれるのに早いのかな、発生が。投げは外す。よし投げて拾いきれないが諦めなさい。勝手の継続どうすんの。ほら裏手に入る。これは殺しきれるから殺してる。いやー、ラグさんまだフルシール全然いけるじゃないですか。ダイランド距離を取ってやりますね。こちらが TDG と画面端まで追い込んでいくが、ハイジャン投げでどうにか画面端まで逃げ出すラグシール。シールを投げる。取って、まだ、してこちら上上げきた。ワンコン投げてヒットマックスになった状況で、さあどうしようか。これは先スパイオニー、ユニちゃんがこうにファストなんだけども、ワンコン刺さってしまう。どちら裏でした。裏でしたい。まだまだ、あー投げてしまったか。刺さってしまい、ワンコン食らってしまう。さあ画面端どうぞ。すかしてうっかわーゴーにここもできない。出たジャンニシ、裏剣使ってしまう。どうした、なんか怯えるものを降りてきて、ワンコン刺してるのがタグシエル。時間的にも結構つらくなってきたな。刺さってもない。投げたー、画面をよく見ている。横のラインがつながれば投げるが勝ち。さあシールに対してはフル、あーハーフを使うのが正解なのか。なかなかハーフの使用率が高いですね。ゼロ黒剣黒剣近づかせなければ勝ちといったところですね。ジャンシーで降りてくる。ジャンシーカウンター、ワンコンワンコンスリーからB からの交換して、何もしないで降りてくる。カメラ足キープしてシエルがどうにか逃げ出す。オッケー、オッケー、オッケーと浮いてるんだったらっていうところですね。さあ進化が当たる。距離をちゃんと見ている。100倍にしておけ、そこです。流れはシエルに傾いたまま、さあどうしようか。あー出た、しまった。これがあるからね、別に爆発できないんですよ。ゲージがないとちょっと開け放つらいか。少しになったけども特に何もなく、さあ逃げ出す。カウンター取っていく開け放は。さあこっからが開け放のターンになるか。よしどうする、投げてジャシジャシ当たる。これどうだ、残るか、残らない。大逆転取り返すのが夢開け放。ファイト、ゼロ、ハッ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 、ハうまい、うまい、うまくないっていう。やりますね。ジャンシーがダブルトロットで行くなんて。ワンコン差し引き投げて諦めなさい。再び継続。ジャンシー、これは今のカモネなんのかな、一応は。引きずり下ろしてカメラを引き抜く。ジャンシーが押して刺さりまして、アキハのターンに行こう。なるほど、どんでか当てたかったという形でしょうか。ジャーシーカウンター、これはバンディキューズか。どうだ、ジャンシーかぶせ当たってしまうか。お気に召しましたか。さあ一矢報いる夢明葉、マオコ勝ち、おめでとう。
さあシールツカーの元の名前何も書いてないんで、じゃあ誰が誰だかってよくわかんないんですからね、これね。さあチーム名が第2シールツカー氏と 2B 判定の 4B サイクルだからね。はい、じゃあ業務連絡です。これは何、これは愛なの、これ C 兄弟アッセンにマリオカートさん一人と劇団ワクワクバキバキ、はい、マリオカートさんはマリオカート、マリオカート、はい、劇団ワクワクバキバキいるね、そこにいる方をじゃんけんしてください。さあ、実況の方に戻していきましょう。さあダメージはほぼほぼといったところで少しワンコンで変わってしまうような状況なんですけども、うまいこと下をくぐり抜けるアキハ、ダメージを受けるけれどもいい感じにもみじが引っかかり上から攻め落としたところで即空だけが入るダブルサマー決めでかっこいい、突然手入りで回収していくパワーで締めると、サマーすっと強いです、3分です。さあシェルがマッチポイントの第2ラウンド、うまいこと拾う夢アキハ、ここは技術が光る、小山ごめんなさい割り込みます。E 兄弟、レッツメルブラ V シオンのチームと七谷チームメルブラゴーのところで、そのまま E 兄弟でやってください。さあ実況戻していきましょう。空投げで使ったところにジャンシーが落ちてかかりまして、トイ玉どうすの、いい感じでこれは逃げ出したいところだったんだけど、トイ玉が美味しく発動しまして、シオン勝ち、すげえな。おお、ということで、G リーグ歩く使い、歩くで妥協、歩く使いで妥協チーム抜けです、おめでとうございます。シオン強えな、おい、はい、おめでとう。なんか攻撃がシオンで6立てしたんで、へえ、そうかそうか。さあ実況戻していきましょう。両者1本1取った最終ラウンド、また美味しい、オキジャンエイがうますぎる。バッターミート状態をうまく使っていきたいところ、 DB からのワンコン、シール側もいい感じにマックスになりまして、さあこれうまく使いたいところだけども、どうだ、強気の刺さったと思ったらいい感じに刺していったのか、秋葉川取っていくのが夢秋葉で持ってきまして、ノーマルカラーということは多分これが歌丸でしょう。対照戦 1P 側が歌丸シール、 2P 側が夢秋葉。さあじりじりとした間合いの取り合い、一気に近づいていくがダッシュが早いんでね、両者秋葉は遅いけどね、一気に距離を詰めていきたいので、ある意味都線を見ているような気持ちになります。アニアが刺していき上から飛び去っていく、バックステとダッシュを繰り返し自分の有利な距離を捕まえていくシエル側、バックステがどうにか間に合う、手物にも引っかからず上から攻めていく、 4B 中段は当たらない、当たる、ものでもなく投げて少しはゴール暴れている、あージャンシーからジャンピージャンシー、美味しすぎる、投げてさあ一気に流れを締めるのターンか、4あ5戦6試合当たるけど残り何もなく空投げで締めて一本取るのが歌丸シエル、マッチポイント。さあ決意に判定があるので強気な打ち方ができるシエル側、投げて頼みに当たる、シンカが当たる、つながりきって画面端暴れた 5B でもワンコンさせてるのが CL 側、流れは渡さない渡さない、投げてどうすんの、ちょっと待って、ロピションが見えてる、立った、やっちゃった、セブンスで締めて、これはバンジーケース、終わってみれば CL の勝利。アメリカドは何色だ、これはアルドゥーさんかな、ワンピー側がアルドゥーアルク、あ、待って、これはこれ、高橋この色じゃないよな、これアルドゥーさんだよ、
これはシステムさあね、はい、なかなかハーフ制服ってのは珍しいですけども、一発の火力はでかいんで全然あるですね。行きましょう。第1ラウンドワンコンさせていたのが制服側、コンボすごいですね。ただその代わりタケノコがちょっとそんなに強くないって感じなんですけども、カメジャン C は当たるけども特に何もなくと、まあ下段ルートだったのかもしれません。さっき刺して刺していく、これもアルクも盛り返す。ジャンニシーが引っかかる。この低空ジャンニシー、本場かい。ワンコ強い、打つ、刺し投げ、落として、ワンツースリー、あーでもなくなっちゃったも、これは流れを一気に引き寄せたアルク側、ニシーで締めてワン一本取っていくのが、アルデュアルク。第2ラウンド、これはいい感じにテープアーバーターンを握っていき、コーマー投げ、画面端まで5連呼、なんか突き上がして瞬発力でも繋がれば OK。 さあそれはどうするかと、アルクも結構割り切ってやるんだけども、流れがちょっと引き寄せられないか。テープはもうワンコンボ、突き上がしてどうすんの、これはカモネになるのかな。ちょっとあこれは続かれてるかと思ったら空投げ、画面をよく見ている、ひよった方が負けるのか。ラウンド3ファイト。さあ最終ラウンド、追いかけるアキハ、追いかけるアルクですね。ごめんなさい、一気に距離を詰めていくが、制服がいい感じにいなしていく。ジャンシーカウンター 4C で広くどんどん来る、何もなくワンコンさせていく、アルク側しかめろぞ、いくつ目で引き離した、おおこれはちょっとワンコンできないか。制服側にタンが握りまして、引き剥がしてワンコン空投げで締める。さあどうする、暴れさせない、ちょっとこれはコンボいけないけども、アルクが盛り返す、バンカーが生バンカー当たってしまう、裏回るけどもこれはちょっと引っかからない、いけて進める、イエーイが引っかかる、制服有利な状況が続いていくぞ。どうする、しかしこれはいい感じの暴れが通る、画面端入れ替えて爆破させる、ジャンニシーが引っかかる、アルクに流れが傾いた、どうぞいった、ジャンニシー、ジャンニシーからのあれもっと分かりづらい。どこじゃあ、それは確かだな、これナミアンだな。さあ、お久しぶりの登場、ナミアンの制服。なかなか料理というイメージが強いんでね、制服はちょっと自分は新鮮です。サンシーからのワンコン設置、護衛にサンシーからのワンコンと、なんか歩くを見てみたいな。さあ、指摘、もう一回護衛サンシーからのワンコン、まあ、いい感じ、うん、刺さってんだな、ね、これはワンコンしますよね。このままだ死に切らない、どうすんの、車輪からの雪昇竜、バンカーは遠くない、いい感じにゲータが刺さりました。下段だ、下段だ、レッパか、まあ、レッパしようとしたところが何か暴れようとしたところに刺さってしまったというところでしょう。まず一本動画、ナミアセーフ、何なんの、簡単、徐々にほんと強いんだよね、この圧迫感がほんと強い。ギャダンさせる、あとね継続、EX 昇竜、でも普通に車輪に当たったからそんなにまあダメージはって感じなんですけども、いい感じに用を確認してワンコン、これは繋がり切らないか、2回で止めて画面端から逃げ出す、すごいジャンプして距離を取っていくナミアン、ダッシュ、この差し込みはうますぎるか、これはまた殺しきる、あのダッシュのキレの良さは、さあフルアルクが登場、これは橋本ですね。
さあじりじりとして距離の詰め合いになってくるでしょうといったところでいきなり距離を詰めていって刺していったのが波の制服第1ラウンド。フォーマー投げ固まっているところに一気に固めていくイープシャリンから中段投げて同じ逃がさない引っかかってしまう EX 中段からあれ何の間なんだ分かんない。ジャンシーこぶかせこぶかぶさっていくジャンエ刺していく若干斜めした方向に強いジャンエ。ダイナンドさあ歩く側が画面外持ったら一気に画面外使っていったのがベース側画面中を押し返していく差し込んだ声投げてリーゾンジー差し込んでいく波の側これ流れ1出るぞ投げてチャリンジャンシーあこれは投げられないけども確認できてる投げてどうする足元バックステからこれはどうだ下ってアウトうまいなキスってみんなキャン距離取っていくここはゆっくり立ちましょうってところすげえなさっきもねなんかネコ歩くだっけネコ歩くがすごくだよねすげえなさあ、じゃあ業務連絡 I リーグ2大進行でいきます2大進行でいきますカチカチでいきましょう BC かなアッセン1とアッセン2がさっきやった筐体は C でいいのかなじゃあ C でお願いしますとキャラが強いロアグダウンドヒグモリの本気ここで見せてくれよ大事なんだいいとこにジャンエジャンシーダーのワンコン右ウルドっていくけどもこれよう差し込むナミアンやり込んでるぞ裏があったこれはさすがに分かりづらいか刺していく歩く側ワンコンボミスも何のその下下で割り切る刺していくのがナミアン譲らない譲らないワンツースクリーンが置いてあるこれ仕切るのかどうだこれは足りてる暴れが取ってあーちゃん西が置いてくるこれがジャニピですねごめんなさい強気の行動リボ取るのが探し歩くここでゲージ乗せ男子アイクうますぎダッシュの2名が刺さりましてダメージこそこさあ画面端何もさせないダッシュ2名車輪置いてどうすんのバンカー読んでるバックして噛み合ったワンソン入るぞ弾の先っぽは弾だけ抜け出せない受け身がある感じで車輪置いてどうするゴマ投げが入るどうだ残らない殺しきるミルキーさんですか確かミヤコチームは残ってるよねミヤコ残ってます確かにミルキーさんが6立てとか言ってたの、はい、強すぎたさあ実況戻してみましょう流れを掴んだのはスラッシュアルクちょコンボミスでしまうけども壁地を押し返していくナミアン刺さった裏回って車輪からコマ投げ通らない早すぎたさあこのコンボどうだあーつなげられないけどもヒートを縦にしていきたい先っぽさせてナミアンケースが倒れそうリエクションで割り切っていくしかし投げが通らないもう少し頑張ってジャンニビーでお仕置き買ったのが高橋アルクくれですねダウンドワン制服の真髄見せていただきましょう出てくるのが大将ソラ制服タケノコタケノコジャンニシガンタニビーのジャンニシですイメージタケノコおちょっと待ってください
下げの子ブラつぶし完璧パーフェクトで1本取るのがソラ制服マッチポイントこちら遅らせからの1-2-3ワンコーン入ってヒート状態をうまく使っていきたいどうする暴れさせないこれがまず続くかダッシュの匂いが通る何かを仕込んでいくか下げの子下げの子三振からワンコーン落としたら使うことで二段中弾を渡ってるここに引っかかってしまうジャンシージャンシーこっちと締めて竹の子竹の子ワンコーンどうすんの暴れが通るゾッとした多分今の駒投げに行こうとするところの夢だったんでしょうそれで暴れさせないワンコンどうするこれはゲージを貯めてヒート状態盤石の状態にするどうするいや分からんぞ竹の子が引っかかるこれは体力的にはまだまだだが絶望的な状況ではないのかどうだ暴れさせない刺さったこれはそこらない大逆転勝ったのがソラ制服というわけで、これは制服チームの勝ちですねおめでとうございますえ、シオンあ、これ間違えたこれ間違えましたねはいはいじゃあまあゆっくりいけば、1P 側がアルクス隊のアルクレスネンを合流で 2P 側かこっちはここだよねえ、こっちはこれだよねパーフェクトラウンド2ファイトあれパーフェクト論外です出直しなさいこれで殺してどうかが出たのじゃあ影響体でやるのはレッツメルブラッドキニズラのチームといったところで 1P 側が V シップ 2P 側が S といったところでしかしなんのステージ側がバンカーで繰り返していき中断これは一括ジャンシー当たることも特になりもなく画面端をキープしたのが V シ側でもこれを置いてきた時にジャンシーが美味しく引っかかるそして引き離し画面端まで5連行スタドクの重ねてないけどもこれ端まで追い込んでいきたい中段はバックスペース引き離しおこれ貸し切れないけども自然に制服側に流れがいってるといったような状況かこれ一体そこに V 氏が刺していくこれは中段に引っかかるけども何もなくバンカーが漏れてしまう西からのクリアル選択投げて押すのジャニビさあこれ漫画が生まれたけどもうコンボいけないちょっと焦ってるかどうだ切れてしまったので爆発はしないしかしあいい感じにシャシが光るどうだまだこれは殺してあバッテリーでもつながれば OK 投げて殺してるダウンの2ファイトさあ大丈夫なのいやもうすごい混んでるよ今昨日大会よりも人数増えてますからねああ普段もねアテナ頑張ってよもっと盛り上げてってちゃんとも人のこと言えないけどささあ試合見ていきましょうまずダメージリード取っていくのが秋葉川惜しくジャンミがめくりで当たってワンコンむしりこかしきれない中段当たらないけどもこれはなんかこすり合いの勝負になってきたこの中央設置当たるけどもお高みはなし設置結構上の方まで判定がありますねダッシュ噛み合ったちょっと確認しきれないか 6B の隙に刺していく制服側これは殺しきれダウンドワンファイトじゃあいい感じに使われましたねここからよ
じゃあ、じゃあ最後のね、やってみたことどうしよう。はい、はい、じゃあ行きましょう。業務連絡です。キャラが強い、キャラが強いと圧戦に、圧戦にが、C 筐体でお願いします。圧戦1と劇団ワクワクバキバキ、これが A 筐体でお願いします。さあ時期戻していきましょう。まず、1本取っていくのが、V 氏側、何 V 氏かちょっとごめんなさい、分からないのが大変強いですけども、何味が簡単するけどもちょっと掴んできれず、珍しく V 氏が作れた。ここ投げて、いい感じにジャンエが刺さっていく。では待っていた、そんな昇竜拳は通さない。トップ拳は V 氏出てくるのは波やセーフ。ダクランド美味しくジャンエを刺していく。 V 氏側どうしてカウンター、ナミヤ側もターンを譲らない。投げてダメ8キープ、車輪のこれ裏前だったんだけどもちょっとそれは当たらないか。ジャンピー多分センチャンシーですね、ごめんなさい。セーフトレカージャンピーとチャンシーがどっちのことか分かんなくてたんだよね。投げて西で動かしてどうすの、ちょっと駆けつけしてあまりはキープしないと。投げてさあ、さらにヒットしたのが V 氏側、車輪どうすの、メタに光るおこしく、おーよ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 ー、なるほどなるほどなるほど、ゲージ回収マックスやから、何が何が何がゲージ回収じゃん。手元のが何やせ、投げて車輪車輪近づけさせない。ジャシー惜しく当たる、投げて画面端、ジャシーが引っかかってしまう。二段中段いくつか詰めでこれダメージは加速していくけどもまだ死にきれない。どうぞ暴れが通る、隙間が空いていたが車輪裏回って暴れが通す。体力の壁一気に、ま、取っていったのが藤子は最初ラウンドカウンターするけどもちょっと繋がりきれず、車輪出したスピーカーと思ったけどもこれは確認できる。ホエード刺してダッシュするナミアン、一気に距離を進めたいけども V 氏側も足が速いんですぐ追っかけてくる。投げてカットは通さない、投げて投げたのかジャンディからあっそういうの狙っていく。車輪どうすんの、表でした、これはどうだ、これ一人だ、行ってきた。ちょうどリリースされたかったか、カットが波をセーフ。さあ今ラウンドワンファイト。さあ中継対象戦見てみましょう。パピー側がごめんなさい、先ほどプレス使っていたブースのと中継側波をセーフ、下段を通していきフォーカーして車輪、さあ王道パターン裏見えてる、奥ジャンユが強すぎる。投げて車輪どちら裏、これは見えてる、これ裏は見えないけども5周だったんでどうにかカードは間に合う。全部中段を立たないといけません。 DX 溶かしてチャンシーズ、ジャンビですね、振ってくるとチャンスで殺してまず1本取るのが波をセーフとマッチポイント。距離を詰めさせない、昇竜昇竜近づけさせたくなかったけども美味しくジャンエが引っかかり、美味しくアミカンが向ける、駆け渡して中段が決まる、アミ中段アキア逃げ出す、中段こかして車輪からのどちら爆破させたかったか、空投げ投げてサビスコする、爆破してしまうシールカウンターから中段になって繋がったか、今返しのことがあったけども取り返すのが VC。 最初ラウンド車輪
ケージだね。ゆうゆうとスパール三種から投げて、コスノ、あーまあ裏マップの西井が強いか。おっ、ああ、じゃあアドス勝ち。ということはこれは1位か2位かは分かんないけども、アルクチーム抜けですね。おめでとうございます。さあ、あっち行って戻していきましょう。ランニミーがカウンターするけども、ちょっとここに行けない。シールドハリウッドのコースを進むできる。こちら裏でコマ投げヒート、見てからコマ投げ余裕でした。バンカー逆向きしてるので、どっちか殴ってしまう。中断固め継続、これが逃げ出す。ゆっくりと迫っていきたいところ、見えないな今のは。あ、ちょっとベルティブラットしちゃって、これは殺してる。補正ゲーの形になったのがコースをしたか。 VC が気を取り直していきましょう。大将戦引き取り出されたのがソラ制服ジャンビー。これは繋がってないけども、受け身取るって鼻が悪いというところで強気なジャンビーでしょう。引きずり押し、亀橋から逃がさない、中段が惜しく入る。ワンツースリーからワンコン、ヒート状態、これをうまく使っていきたいところ。先っぽして、これはいい感じにヒートもかわしていく。これは殺しきれるかどうか。エリアルに移行して、これは殺しきる。流れを掴んだ V 氏が、さあマッチポイント。大丈夫なの？危ない、大丈夫なの？ダメージ足投げて、パク、ダメージを取っていったのがビシガワ。ダメージだね、溶かして、タケノコ、タケノコ。今度乾燥、さあどうすんの？発動？一段でした。西からワンコン溶かして、設置、発動。これはコマ投げと、一段なのでコマ投げに移行しますね。画面端まで5連勝をどうするの。リークス力発足発動、中段立ってる。爆発させて、竹の子がいい押し切りかかる。育て君を上げてはいない。ダブルマッチポイント最初ラウンド、西は空振るけどもお高めなし、おいしくジャンプさせていく。ダメ出し、おバキバキが勝ちってことはまだ決まらない。いや、決まったな、決まった。劇団ワクワクバキバキ抜けです。おめでとうございます。戻っていきましょう。さあ、カムレが入りまして、これはソラが投入。勝ったのは制服チームです。おめでとうございます。